はい、どうも、こんにちは。竹野くんの番組やってからいろいろまあ出る、話はいっぱい出るだろうなと思って一日泳がしてる、見たっていう話なんですけど、佐藤健、本田翼をロックオン番組での、要するに視聴者、雰囲気良すぎ、結婚とかあるの結婚とかあるのと、まあまあそういうざわざわっていうことですよね。まあ、絶対出ると思ってたんですけどね。11日放送された佐藤健&千鳥信代の謎を解いてみろ、ゲストに本田翼が登場したと。番組内では本田さんのことをバッサーと呼ぶなど、その仲睦まじさから視聴者は、からは二人の熱愛を祈る声が続出したと。でもバッサーって、ノブさんもみんな呼んでましたからね、バッサーってね。別にタケルくんだけじゃないですからね。なぜタケルくんだけにフューチャーされるのかがいまいちわからない。で、佐藤さんから僕バッサーの YouTube 全部見てますの発言を受け、本田さんは立ち上がって、いや本当ですかと、本当ですか、動詞に帰ったかのようごとく驚いた様子と。さらに佐藤さんはそれでバッサーがおすすめした日焼け止めとか買ってますと、見るだけでなく本田が勧めた商品を購入して いると話すと、本田ありがとうございますと感謝の気持ちを述べています。その後も番組内では佐藤さんが、本田さんのことバッサーと親しげでありながら、その頼りにしているように呼ぶ姿に、視聴者からバッサーは佐藤健と結婚なら全然いいし祝福するよ、健さん本田翼ちゃんのことバッサーって呼んでるの意外すぎてキュン、仲良しじゃん、何この二人雰囲気良すぎ、付き合っちゃえよ、熱愛の可能性否定できない、やばいやばい、佐藤がその気になったらバッサー落ちてしまうかもしれん、まあ美男美女だから文句は出ないと思うけど、二人ともゲーム好きだし前にドラマで共演もしてたな、ひょっとしてもう関係があったりしてなど、仲睦まじさから視聴者から二人の熱愛を祈る視聴者が続出したと。そうかなと思いますけどね。僕別にそんな普通でしたけどね、そんなに取り分けて二人が、取り立てて二人が、二人だけが仲いいって感じではなかったですけどね。バッサーは普通に、あとまあバッサーってね、相性ですからみんな呼びますけどね。いや、バッサーは誰にでも分け隔てなく、あの日はすごい良かったですよ。タケル君もそうだけど、全員に気使ってたし、何も別にバッサーとタケル君がだけがなんかそういう感じではないですけどね。芸能界切って謎解きマニアと呼び声が高い佐藤健さん、本田さんは YouTube でゲーム実況が趣味など似通っている佐藤さんと、このさ、ゲーム実況とはちょっとやっぱりね、謎解きはね、被らないと僕は思ってますけどね。こういうのってなんか YouTube でね、YouTube でオタクっぽくて一括りに従いますけど、僕 YouTuber として言わせていただきますけど、一括りではないですからね。やっぱりジャンルは全然違いますからね。タケル君だって謎解き YouTuber っていうジャンルをあえて選んでやってるこだわりもあるわけだし、本田翼さんもね、もう早くからやってますよ。あのゲーム実況こだわりを持って。もう早かったっすもん。芸能人で YouTube でしかもゲーム実況を始めるっていうのは多分、バッサー本当に初期だと思いますよ。それを僕はなんか一緒くたにしてほしくないなと思いますね。同番組佐藤さんの初の冠番組ということもに、放送前からかなり気合が入っていることには想像に難くありません。実際番組内で本田さんが公式の YouTube チャンネルで本田のバイクで謎解きをしていることなど話題に出て、佐藤さんから心強いと期待を寄せられた場面も、その気合の入りようがどう多すぎて、本田さんはロックオンしたと思われても無理はないかもしれない。ロックオンしてたかな？全くしてないと思いますけどね。今後佐藤さんと本田さんの二人の動向に熱視線が注がれるのは間違いないでしょう。どうなんだろうな、わかんないな。付き合ったら付き合ったでいいですけど、でも僕バッサー好きですからね。もうちょっとバッサーはね、みんなのバッサーでいてほしいですよ。まあ、タケル君もそうですけどね。でもあの番組見てるので、別にバッサーはみんなに良かったですよ。みんなに優しかったし。タケル君もみんなに優しかったし、当時歌歌ってるところとか、志尊淳君が、ね、ミスチルのね、365日歌って、バッサーなんかすごい盛り上げてくれてたじゃないですか。すごい、これいい女の子とか歌ってもらったら嬉しい、もっとサビも聞きたいとかっていう、僕はあのバッサーのあの盛り上げっていうのはものすごくいい子だなと思いましたしね。まあもちろんタケル君が歌った時もすごい盛り上げたし、あれはタケル君が歌ったらもうキュンキュンくるのは当たり前ですけど、めちゃくちゃ良かったし、僕が思うにはもうあの番組ではやるべき仕事をバッサーもタケル君も、他の人、志尊淳君もそうですよ、
ロッチ中岡さんもそうだし、もう本当にノブさんもそうだし、あの5人でやるべき仕事をきっちりやったいい番組だと思いますけどね、なんかこういう目で僕は見れなかったですけどね。まあなんかそんな感じです。ではでは。